ミハイル・ラリアンゴ、自画像、ミハイル・フョードロビチ・ラリオーノフは、ロシア・アバンギャルドの画家。ラリオーノフは、ラリオーノフとも表記される。休む、兵士、1911年へ、ルソン県のティラスポリ出身。1898年に、モスクワ美術、彫刻、建築学校にて、イサー・クレビタンとバレンティン・セルオフに支持。過激な意見のために3度にわたって、定額の浮き目を見るが、 1900年にナタリア・ゴンチャロワと出会い、生涯にわたる関係を築く。1902年から印象派の画風を取る。1906年、パリ訪問の後、後期印象派に転向。その後は部分的にロシアの看板書きに影響されつつネオプリミティビスムの画風に転じる。1908年、モスクワの金曜盲店に出品。そこには、 フィンセント・ファン・ゴッホ、ボール・ゴーギャン、ジョルジュ・ブラック、アンディ・マティス、アンドレ・ドランダの作品も出展された。ラリオーノフは二つの芸術集団を結成している。一つはダイヤのジャックであり、もう一つはより急進的なロバの尻尾である。それぞれの名付け親もラリオーノフであった。ラリオーノフは別の画家集団も擁護しており、その中にウラジー・ミルタトリン、マルクシャがある。 カジミール・マレービチがいる。1911年、モスクワで1日限りの古典を開く。1913年、レイオニズムを創出。これは、ロシア初の中小美術運動であった。1915年、ロシアを離れ、セルゲー・ディアギレフの下で、ロシアバレエ団のパリ公演のために、舞台美術を担当した。ロシア革命後は、ご半生をフランスで過ごし、 市民権も取得。1955年には、ナタリアと席を入れたが1962年に死別。その後再婚し、1964年に、フォントネオーローズで死去。イブリー・シュルセーヌのイブリー墓地に埋葬された。2001年、ゾイド・ニエストル共和国中央銀行が、記念硬貨の銀貨を鋳造した際、ラリオーノフの肖像が利用された。 ありがとうございます。